321ジャンプ、321ジャンプ、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 打つ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 、おはようございまーす。スプラトゥーンやっていきまーす。この高さ、この輝き、この儚さ、最高潮やっていきたいと思います。お願いしまーす。さあ、前回がね、結構長い間やったんですけど、まあちょっと調べてみました。調べてみた結果、いや言わないでおこう斎藤奈々が存在するのかっていうのを言おうとしたんだけど、まあちょっとこの辺は言わないでおくわ。うん、ちょっと言わないでおく。一応攻略っていうか、まああるのかなだけね、調べたんですよ。そしたらね、まあはってなったんですけど、まあとりあえずその辺は置いといてやっていきましょう。急いでゴールしまし、急いでゴールしましょう。残機が1個しかないけど、まあとりあえずやっていこうか。カーボンローラーやりたいな。カーボンローラーでいこう。急いでゴールしましょう。何学校遅れそうなの、そんな感じ。じゃあひとまずやっていきましょうか。この色綺麗だね、めちゃめちゃ。さっきとね、何落としてんだ。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。急いでゴール、急いでゴール。え、あれ、え、急いでゴールでしょ。あれあれ、あ、あ、待って、沈み出したって書いてある。何、待って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 、沈み出したって書いてある。沈むように溶けていく。待って待って待って、大丈夫か。待って、あぶれ。そうか、あれ倒さなくてもいいんだもんね、敵を。別に倒さなくても大丈夫か。あぶね、大丈夫、いけてる、いけてる、俺いけてる、大丈夫。はい、しっかりと OK、 完璧で、しっかりとこの辺をやっていきつつも、はい、素晴らしい。で、しっかりと急いでいきましょう。な、あ、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるんだけど、汚れ、汚れ、なんか来てますね。で、これ、イリコニウムみたいなの落ちてる。オッケー、イリコニウム落ちてないか。ごめんなさい、嘘つきました。で、この辺もしっかりと拾っていきたいですね。まあ、しっかりとね、この辺もね、拾いつつやっていくのが、まあ、ヒーローモードのあるべき姿だと思うんで、で、しっかりとやっていきつつ、はい、完璧ですね。あー、なんか、え、落ちてる、落ちる、あ、待って、落ちてる、落ち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 る、待って、行く、行かない、行く、行かない。大丈夫、待って、あ、嘘嘘嘘、待って待って、え、下やば、下やばくない、これ沈んでる、やばー。え、しかもこれ一回やられちゃって終わりだもんね。うわー、でもそんなに難しくなかったんじゃないかなと思います、これ。さあ、まあでも武器に寄ったりもするしね。なんかスピナー選んでたらもっと難しそうな気はしたね。さあ、続いてやっていきましょう。めっちゃ早かったね、今回のステージ。あ、ちなみに、サイトをすべて開けときました。そしたらね、こんだけ数があったんですよね。結構あるよね。思った以上に多かったんですよね。なんで、いや、ラスボスの可能性もね、秘めてるから、まあ、いや、ごめん、先にちょっと周りを蹴散らしていこう。先に周りを蹴散らしていこう。行こう。あ、前回ここからやるって言ってたね。ごめんね、ちょっと。今回、2回目からここやっていきます。あなた式計画指導ということで。あれ？大丈夫？あ、なんか、バグったけど大丈夫かな、画面。よし、やっていこう。何これ？なんかあれがあるんだけど、標識があるんだけど、車の標識があるんだけど、これ。立ち入り禁止みたいな。インクに気をつけてゴールしましょう。どういうこと？インクに気をつけて、インク？これ？これに気をつけろってこと？自分のインクに気をつけろってどういうことやし。まあ、やっていきましょうか。相手のインクってことなのかな？あ、え、時間あるの？ちょっと待って。時間があるのは聞いてないっすよね。このまま進んでいきまして。あ、一発で決めると。まあ、モンストやってるんだよな、俺。楽勝ですよ、この辺に関しては。あれ？え、インク踏んだらダメなの？え、そんな感じ？え、相手のインク踏んだら終わりなの、これ。え、待って、これ、それはちょっと予想外すぎたな。ちょっと待って、ね、あ、オッケー、相手のインク踏んだら終わりなんだ。ちょっとこれ見ていくか、初めて見るな。じゃあこの辺、待って、ゴールポストみたいなやつあるね。はい、オッケー、うまい、うまいよ、うまいよ。さっきちょっとね、お試しでやってたんで、オッケーですね。で、しっかり回復もしていきつつ、
うわー、上行きてー。こっちだったら楽なんだけど、俺はあえてあの難しいを挑みます。来たんじゃない？え、来た説ない？今来た説あるぞ。来た、ほら来てる。普通にうまかったな今ので。サンゴさすが、ありがとう。チェックポイント来たね。でこれは、あー、なるほど、こっちに来たタイミングで放つ。あ、やべ、ミスったな、これミスったな。え、これって、え、あと一発、え、ダメじゃん、無理じゃん。え、これどうすんの？一回ミスったら終わりって感じこれ。え、待って、やばい、どうしよう。相手のインク踏んだら終わるんだよこれ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、いける。いけるんかい。今ので合格もらえるんかいって感じだけど。あー、なるほどね。ゴール、一旦あの真ん中を通る必要があるって感じか。なるほどね。なら、この辺に反射させる。大事。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。この辺に反射させて、何歩いてんだこれ。めちゃめちゃ歩いてるな普通に。でゲットします。でこの辺、オッケーでこれも取っていく。でこれちょっと見ようか。インクレールみたいなのがあるから消されるんだ、早く行かないと。やだねー、やらしいねー。はい、さっさと行こう。あっ、ガン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 、あぶねえ。何気にいい感じなんだけど。でチェックポイントか。いや、これ以上難しくなって結構難しいぞ本当に。なんだこれ、あの動いたやつうまく使えんかな。うまく、え、これ、あ、わかった、これを反射させます。ここで、ここ反射させるでしょ、相手のインクになっちゃうんだこれ。上に乗る。あ、危ねえ。あー、待って待って、違う違う違う。うまくいってたのに。でこの辺もう一発投げます。多分ねこれで OK なんですよ。これで OK。 上に乗る、上に乗る、違う違う、いやマジでちょっと待って、ジャンプしちゃうんだけどね。やり直します。やり直すって言ってもこっからなんだよな。なるほどね。まあ普通にコントロールがえ待って、ちょっと普通にやべえ。一番難しいかもしんないな、このステージが。今 OK だった？今大丈夫だった？今なんか踏んでた気がするけど。OK、 とりあえず超えました。続いては、あー、なんかやってんな、楽しそうだな。とりあえず斜めに打ってたら大丈夫そうな感じはあるよね。だからイクラが来たタイミングで、はい、取れる取れる。あ、取れないか。いや待って、ワンチャン取れるんじゃない？これに関してはこの辺から打つか、この辺から打ってみて、え、待っ、まっすぐ行きます。 OK、 めっちゃ楽勝じゃん。こんな詰まる必要なかったな普通に。 OK、 とりあえずあとはこれやって終わりしまいですね。とりあえず次どこ行こうかな。まあ、どこでもいいんだけど正直言うと。だからもうこの辺とかに行ってみようかな。最後にね、あれです、あの夜間行きたいんで、じゃあ今回はもうここのマップ全部クリアするまでやろうかなと思います。よし行こうか。限りある今に限りない喜びを。鮭が邪魔してくんだよな毎回。さあ来ました、今回は限られたインクでゴールしましょう。なんか似てんな。限られたインク、めっちゃ無駄遣いする。ほんじゃこれめっちゃ無駄遣い先にしときます。限られたインク系はね俺めちゃめちゃ得意なんで、まあ楽勝かなとは思います。じゃあやっていきましょう。はい、まあこんな感じでね、インク打たなくてもいけます。
すげえな、俺なんか攻略班みたい。で、あ、待って、こっちから来てんのか。いや待って、一旦こっち行きます。で、これ破壊してもらおう、この辺。いや、いいわ、そのまま行きます。で、行ってこっち行きます。いるね、敵が。敵がいるの気をつけないといけないね。で、いや、どうしよっかな、タイミング的に今。いや、厳しいな。あ、待って、いや待って、あえて爆発させるのありだな。あえて爆発させるのあり。よし、あえて爆発させて、もう、あー、破壊したい、これどうしよう、めっちゃ破壊したい、めっちゃ破壊して、していい、しようかな。いや、まじ、今回はちょ、インクをどれだけ使わずに、だからちょっと頑張ってみるわ。え普通に超えちゃったけど。あー、やだねー、足元取られちゃう。待って待って、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、待って、めっちゃ来てんだけど、やめて。なんかそのストーカー行為やめて、よくないと思うけど俺に。しっかりこんな感じで行きまして、オッケー、いいですね。で、こんな感じで進んでいきます。オッケー、危ない、危ない、よし、大丈夫か、大丈夫、あ、開いてないか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 、がやばい、相手のインクが、相手のインク、相手のインクが、あ、やばい、壊れちゃった。助けて、助けて、危ない、危ない、危ないよ、危ない、助けて、危な、危なかった今。あ、待て、助けて、やられちゃう、やられちゃう、助けて、やめて。俺いじめないで、マジで。なんでそんないじめてくんの、マジで、よくないって。よくない、よくないよ、そういうことしゅん、しゅんのよくない、そういう、そういうことしていくのよくないって。え、待って、これどうやっていくの、え、待って、これ次どうやっていくの、ず、どうやっていくの、これ合ってる、道合ってる、道合ってんのかもよくわかんない、そこら辺よくわかってない。これ戻ってきただけ、戻ってきただけなんだけどね、これ、これどうやっていくのね、あの、どうやっていくの教えてね、みんなどうやっていくのこれ。あぶれ、ちょっと待って、これ合ってる？道合ってんのかな？道がわかんない。そんなことある？スプラトゥーンで道がわかんないなんてことあんのかな？そんなことありえるんだね。あ、キャー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 やってて、これ、どこがゴールだ？どこがゴールになるんだろうね。あ、登る感じなのかな？こう。え、待って待って、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、登るか、登ります。待ってね、これどうすんの、どこがゴール、そこ教えて、本当にどこがゴールか教えてくんない、本当にわかんないから。どこがゴールか教えて、マジで。え、本当にわかんないんだけど、どこ、え、本当にどこがゴールなのこれ。あ、待って、やられちゃう、やられちゃう、待って待って、え、これどこがゴールなの本当に。もうやられちゃうか、もうしゃあないよな。え、待って、ある。え、なくない。さあ来ました。え、なんでなんで、ええ、予想打ちされたんだけど、待って、予想打ちされたんだけど、ええ、そんなことしてくんだ。あ、これ終わったな。いやー、ちょっと待って、オッケー、あ、待って、大丈夫、大丈夫か、危ない。危ない、ちょっと待って、来すぎじゃないこいつ、この子来すぎなんだけど。ちょっとで、しっかりとやっていきつつ、やりたいね、やりたいね。俺ね、あの、ようやく見つけました、ようやく見つけたんです。何を見つけたかっていうと、どういう風にして、あの、これ、これ、ここ、ここ、ここなん、ここ、ここです、ここ、ここ、ここがゴールです。よし、で、これ進んでいきます。え、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、で、いきます。来た、オッケー、なんか用意してくれてる、ありがとう、ありがとう。てか俺インク使ってね限られたインクでとか言うけど、インク一滴で終わったなんでこんな激ムズモード勝手に作って遊んでんの俺。さあ難しかったっていうか、なんか面白かったね、めちゃくちゃ、ここに関しては
遊び要素めちゃめちゃある感じでしたね。さあ続いてやっていきましょう。ウルトラハンコでなんかやっていく系かもしんないぞこれ。住まいのこれ傘コマかな、多分コマですね。さあやっていきましょうか。え何これ、どういうこと、何もなしでいけってこと、また俺ほとんどさっき何もなしだったけど。おすすめ、待って、おすすめこちら。じゃあもうこっちしかないよ、何も使えないおもろいな、何も使えないって。じゃあやっていきましょうか。何も使えないってすごいね。あれ、どういうこと、どういうこと、これはどういうこと。あ、ウルトラハンコだとそういうことか。ウルトラハンコだとあれなんだ、常にウルトラハンコが使える状態にでできるわけか。何、体育館みたいな、一体倒したらカウントが始まっちゃう。なるほど、じゃあやっていきましょうか。勝手にやられたんだけど。じゃあまっすぐやっていきましょうか。これハンコで倒せんのかな、それも気になるけど、いきましょう。 OK、 これでこうやって倒していくんだ。で、ああこんな感じね、はい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 、わかりますわかります。あ、でなくなったらここで補充しつつで使う、これ宙に浮いてる敵とか出てきそうだな。そんでハンコの投げるやつで倒していくみたいな。あ、そうだ、絶対そうだ、はい、これ、あれ、いけた、オッケーオッケーオッケー。あ、待って、なるほど、常にハンコの状態の方が取る手間が省けるって感じね。なるほどね。でここでしっかり使います。はい、使いまして、いいよいいよ、なんか楽しいわこれ、なんかモグラ叩きみたい、モグラ叩き、スプラトゥーンモグラ叩きみたい。はい、ここに投げる、うまいよ。まだまだある、何違う、待ってちょっと待って、超激ムズなんだけど。これさ、ちょっと思ったんだけどさ、奥の方に投げたらさ、あ、結構倒せる、奥の方投げたら結構倒せるな。だからこれで倒していくのもありって感じかな。いちいち近寄らなくてもいいのよこれだとね、こうやって。だからこう投げを駆使しつつやっていく、はい、こんな感じで投げを駆使しつつやるっていう、そういうパティもあるかもしんないね。で、はい、こんな感じで、いや、いいよいいよ、いい感じいい感じ、しっかりと倒していくんだけど、あっこにいるね、はい、ぶつける、でぶつけて、どこどこ、はい、で次は大丈夫かな、間に合うかな、最後なんだよこれ、あ、いける、いや、いけるかな、待って、あ、お、あと1個だった、うわーマジでちょっと惜しかった。じゃあもう一発やっていきましょうかね。まあ、ひとまずこれで倒していきつつ、で奥にポンって投げます。で待て待て、大丈夫で大丈夫か。でこれでしっかりとハンコをやっていきまして、で投げる、よし完璧、これでやられちゃったら終わるんだね。で、これ、まあ、やってって、これはちょっと道なり通りの方が多分早いな。道なり通りの方が多分早いと思うんで、しっかりとやっていきます。はい。で、続いて、はい、これね、奥ね、奥。奥に投げます。完璧。で、次が問題です。で、奥に投げます。いいよ
で奥に投げます。どう？いいよいいよ。でも遅いな。もう一発投げる。お願い、ちょっと遅いんです、遅いんです、うちの旦那が遅いんです。あ、え、終わった？え、あと一個、あと一個。どこ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 、え何してちょっと待って、うん、それはずるい。いや、それはずるいよ。おかしいじゃん、それは。あの、それはずるいです。いやー、ちー、惜しい、惜しかった今。いやいや、待って、いける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 、めっちゃ余裕ある。オッケー。え、なんでこんな余裕あった、最後。え、なんでこんな余裕あったの。6秒ぐらい余裕あったよね。8秒か。え、なんかうまく決まったのかもしんない。いや、むずめっちゃ楽しいけどめっちゃむずかったいいなあ、ここ好きかもしんない。さあ、続いてのステージはこちら。競争という戦さっしゃ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 やっていきましょう。いや、さっきのステージ楽しすぎたからな。今回は時間内にゴールしましょう。なんかそういうの多いね、今回のあのあれに入ってから、6に入ってから。じゃあもうこれでやっていきましょう。サブがクイックボムらしいですね。いいじゃないかな。さあ、やっていきましょう。早くゴールしようって感じだから、まあ楽勝でした。25秒、要するに25秒で終わるわけでしょ、このゲーム、このゲームこのステージは25秒で終わってしまうんですよ、要するに。あ、なんかすげえいいな、この斜めカート、マリオカートみたいな。いい、え、え、すげえ、何すごい、え、何これ、何これ。で、あ、なるほど、時間があれされるんだ、リセットされるんだね。え、なに、今ショートカットしたね俺おーおー、な、取れなかったし、取れなかったし、 なんかそこ報われるな、報われるってなんだ。あ、待て待て、なんか変な感じになった。で、この感じ、いや、いけるか、いけるか。あ、チェックポイントが入れば、待て、大丈夫か。どこ行ってんの、もうこの辺でいいね。俺が先に行ったらいいんじゃんなんだそれ別にこれ頼らなくてもよくない、これ。あ、危ない、危ない楽しい、やばい、さっきから楽しい。うわ、キー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 、なんだこの、なんかゆら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 してんのはで、25秒で突破いたします。なんだこれ、めちゃくちゃ来てる。はい、この辺でしっかりとやっていきます。うまいよ。え、ここ楽しい。やばい。さっきから楽しいステージがめちゃくちゃ多いんだけど。どういうこと？やばくない？さっきからすげえ楽しいステージが多い気がするけど。え、やばいわ。あ、やばい。これスプラトゥーンのこの、あ、あ、超楽しい。あ、めっちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しい。爽快感えぐいな、これ。はい、なんとですね。マジで楽しかったんだ。なんかさっきから楽しいステージ多いからさ、ちょっと好きかもしんない、今回ね。6のステージ、何カードパックゲットした、埋まってたんだけど、この土の中に。さあ、続いてはこちら。下がる上がる高台生活の贅沢なルーティーン。俺もそんな世界に生まれたかったな。
さあやっていきましょう。今回は頂上に登ってゴールしましょう。なるほど、簡潔で分かりやすい。じゃあおすすめ装備、ヒーロー装備なんでスクイクリンでいきましょうか。スクイクリンね、意外と楽しいんですよね。チャージャーの中でも動きやすい部類で、頂上に登るだからだんだん上がっていくって感じだもんね。よーし、やっていこう。で、あ、もう目の前にもう見えてるけどね。うん、あって、あ、俺の苦手なタイプだ。はい。で、しっかりと、ため。うまい。よーし、いいですね。で、これ、あー、ここが開くと。なるほど。ここが開いちゃうわけね。で、開いちゃったらどうなる？あれ？ん？ ん？ あ、エレベーター式ってこと？で、下がったから、ん？おー、そこ開くの、そこ開くのね。え、聞いてないんだけど。ちょっと待って。そこ開くはちょっと聞いてないんだけど。で、あー、え？ん？ん？ん？ ん？ どの辺登ったらいいんだ、これ。どの辺を登ればいいんだろう、これ。あ、待って待って待って。あれ？登る場所なくない？登るザク。危ないよ。ちゃんと倒していくよ。で、あ、ここね。なるほど。ここから行って、わかりました。あ、なんで？なんで溜めてたのになんで？あ、溜めてもちょっと時間が経つと消えちゃうんだよね。いやー、やらかしちゃったな。危ない。よし、しっかり2人抜いていきまして。はい。で、やっていきます。はい。こんな感じでやってて。スパルシャボム。いいですね。ここをしっかりと狙っていく。よーし、いいですね。あ、まあまあ、チュー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 。かわいくてごめん。かわいくてごめん。よし。いるね。よし、いいか、いい感じ。で、そのまま進んでいきます。オッケー。あとは登るだけ。あ、待って。待って。あ、よし、危なかった。さあ、しっかりとやっていけ、あ、スペシャルがあるね。これで、なに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 、トリプルトルネードを、あの子たちに投げる感じかな。こんな感じ？よし、やっていこうか。トリプルトルネードを、はい、奥に投げます。奥、な、奥に行ってる。奥に行ってる。もうゴールできちゃうんだけど、ねえ。いや、でも、せっかくなら倒そうか。完璧。よし。こうやってね、チャージダメをね、生かしていきつつ戦うっていうのが、楽しいですよね、一番。よし、完璧。で、これで、上も登れないよね。あ、でも待って、濡れる場所があるな。ワンチャン登れたり、あ、でも、無理だな。多分ダメだわ。オッケー、まあ、終わりましょう。なんか、サクサクいけるね、6のステージは。でも、さっきめっちゃつまずいてたわ。嘘ついたわ。ごめんね。さあ、続いて、どこも、え？あおりちゃん、いつ登ってきた？さっきまでいなかったよね。怖いんだけど。まあ、とりあえず、ラストの夜間。あ、あ、ここじゃない？ちょうど行こうとしてるとこじゃん。あ、違う？あれ？どうだ、どうだ？ちょっと待ってね。これなんかゲットできるから。あ、エリコにも！やった、これ、ありがたいな、めちゃめちゃ。え、これさ、ちょっと待ってね。今いる場所が、あー、あと2ステージあるわ。あと2ステージはあるわ。とりあえず、あっこと、ここかな？ここ行こうかな、せっかくだからね。今、解放したち。想像する、天空を住みこなす、自分を。ジェットパックだけだ。やっていきましょうかね。あ、入れなかった。ダサ。さあ、やっていきましょう。ジェットパックを使ってゴールしましょう。オッケー。ウォシュレット、なんかウォシュレットのマークに見えるけど。ちょっとウォシュレットっぽく見えちゃうよね。ジェットパック。おー、来た！え、これ強くない？さすがに。でもね、イカ状態にもなれるから、決してその、ずっとジェットパックじゃないといけないかって言われると、そういうわけではないんですよね。なので、あ、これとかって、いけないな。え、どうやってこれ取るんだろう。取れないよね。え、どうやって取るんだろう。あ、あ、危なかった。危なかった、今。え、これどうやって取るんだろう、わかんないな。まあいいか、とりあえず。
で、浮き上がるよ。まあ、浮き上がるのは知ってるんだけど。で、そのまま行きまして。はい。何これ。あ、危ないよ危なかった。で、これはイカ状態で行きます。はい、ジャンプいたします。チェックポイント。いいよ。これは？あー、降りてくっぽい感じね。はい。このかん、こういう感じで落ちていきます。はい、浮きます。いいですね。で、このまま進んでいきます。あ、楽しいよ。なんか、マリオみたい、マリオ。スーパーマリオみたい。スーパーマリオ。スーパーマリオ。これしっかりやっていく。え？あ、わかったわかった。先にこれ出しとく。出しといて、で、これで、ジェットパックで浮くと。あー、なるほどね。あー、そういうね、なんか、テクニカルなのも、なんかやばいのいる。なんかやばいのいる。花火の。花火の音するやばい子がいた。今。OK、倒していきます。当たる。よし、完璧。あ、まだいる。あ、ジャンピングホッピー、ホッピーちゃん、ジャンピングホッピーちゃんがいるね。当てるのむずいな。あ、大丈夫？助けて、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 助けて。危ないよー。危ないよー。はい、危なかった。まだいる。よし、完璧。で、これでしっかり取っていきます。イカで移動した方が早いんじゃない？これ。よし！来てるよ。あとちょっとでゴールっぽい気もする。で、タコスナイパー発見でしょ？これで上がっていくのちょっとダサいな。これで移動するのちょっとダサくない？多分みんなが思ったことだと思うんだよね。で、これで、あ、大丈夫か？あ、オッケー。あれで、あ、なるほど。やると、なんか出てくるのね。なんかが出てくる。語彙力なさすぎるけど。なんか出てくるから、しっかりとここを使って立って、あれ？めっちゃ楽勝だったけどな、このステージ。割と楽しかったけど、でも、いやー、でも、さっきのステージとかの方がすげー楽しかったな。マリオカートだったもん。スプラトゥーンじゃなかったもん。マリオカートだったもん、あれ。さあ、ひとまず終わりまして、続いて、こちらですね。待って。待ってね。あ、イクラちゃんがね。イクラちゃんがね。綾瀬さんが、イクラくれまして、あと、夜間空いてないところあるかな？多分ないと思うのよ。もうラストだと思うのよ。いや、待って、もう最終局面に来てない？待って。やばいわ。もう最終局面来てるわ。やば。やば、なんか、もうだってスプラトゥーン終わりっていうか、俺クリアできるのかな、そもそも。こっから一気に難易度上がったりしたら怖いんだけど、あ、なんかゲットした、ありがとう。まあ、とりあえず、ボスじゃないんで、まだ切り替えずに、もう、ねえ、鮭ちゃん、俺さ、今から入ろうとしてるんだけど、いきますよ。追い求めていた、暮らしの正解が、このタイトル見たことあるんだけど。あ、多分気のせい。さあ、続いてやっていきましょう。鍵を探してゴールしましょう。あ、結構時間かかるタイプのゲームじゃねえ。あれですね。スプラスコープ。あ、動画的に絶対面白い。スプラスコープでいきましょう。これね、チャージャーなんだけど、チャージャーと同じ性能してるんだけど、まあ、スコープの方が若干射程長いのかもしれんけど、こう、なんて言うんだろう。ロックオンするの。ロックオン？ロックオン？まあ、とりあえずね、視界が狭まる分、相手の的が見えやすくなるっていうような、デメリットであり、メリットな武器ですね。はい。やっていきましょうか。待って、何あの子たち？初めて見たぞ、あのキャラクター。ここに来た新しいキャラクター出してくる？スプラトゥーン。ちょっと待って、ね。結構むずそうだな。なんだこれ。何あの子？何あの子？ちょっと待ってね。なんか、すごい子いるけど。あ、逃げてる。あ、逃げるんだ。待って、逃げるんだったら、いや、難しいな。あ、待って、いや、外した。どこいる？逃げるんだ。あー、違う、手前だよ、それは。あ、よかった。もう、ガバガバすぎる。ナイス。そりゃ、ナイスだけだよね。あんだけミスってたら。まあ、とりあえず、進んでいきましょう。全体見渡してみる。あー、なるほどね。なるほど。まあ、なんとなく、ここの、
ここら辺のステージをやっていかんといかんっていうのはわかるから、これをしっかり、あ、待て待てね、これスプラッシュボムあるのか。あ、え、アイテムボム持ってんのこれ。アイテムボム、これでいいじゃん。あ、鍵ゲットしたよ。え、あれ鍵ゲットしたけど、ん、ん、鍵ゲットしたらいけんじゃないの。え、あ、そういうことね。何個かゲットしないといけないってことか。なるほど。OK、わかりました。行きましょうか。まあ、ひとまず、この辺行きます。あれこれさ。あ、あ、これでもダメなんだ。バレるんだ。なるほどね。まあ、とりあえずこの辺ちょっと塗っといて、ちょ、反則だけど。反則だけど、ちょっと塗っといて。よし、完璧。あ、楽しいわ、これ。普通に。あ、なんで逃げないの？狙われてんのに。なんで逃げなかった、あの子たちは。あ、鍵ゲットした。ありがとう。まあ、ひとまず、鍵ゲットしたんで、あとは行くだけかな。あ、他にもいたんだ。ただ、あの子たちは、鍵は持ってないって感じかな。だから、まあ、正直、倒す意味はほとんどないけど、ちょっと倒そうか。オッケー。あ、鍵あるわ。大事な役割してるわ、あの子。あー、待って、逃げられた。どこにいる？よし。あ、鍵めっちゃゲットした。4つぐらいいるんだね、多分。オッケー、これで鍵全部ゲットしたんじゃないかな。よし、いくらもある程度全部。あ、まあ、ここはちょっとあるけど。あ、ちょっとあの辺ゲットしていきたいな。ボムで届かないかな。完璧。うまい。で、このまま進んでいきまして。よし。いいんじゃないかな。ここやられる要素少ないね。だから、ここは結構楽かもしんない。さあ、さあ、いい感じに進んでいきまして、いくらゲットします。で、登ります。OK! あ、優しかったね、今回のステージ。ありがとうございます。なんか、楽しいステージを、何？ガン見されてる俺。なんでガン見されてんの？なんかやっちゃった俺。さあ、ついにですね。いやー。ボス。ボスです、ついに。いやー、マジか。サイト6のボス。マジか。いきます？おじいちゃんがいるんだって。いきましょう。いや、これ、ラスト来たなぁ。いやー、すごい、長旅ですね。俺、更新頻度がめちゃくちゃ遅いので、長旅ですね。ヒーロー装備。いや、2600か、結構、報酬くれるから、めっちゃむずいんだろうな。やっていきましょう。ここに来てしゃっくりが出るっていうね。なんで？なんでしゃっくりがここに来て出るの？やめて。実況させないようにしてる？やっていきましょう。あ、反応がある。ちょっと待って。うわ、うわ、うわ、ちょっと待って。今までと雰囲気が違う。なんかいる？誰？え、なんかいるよ？誰？なんかいるんだけど。誰だろう、俺。いきますよ。誰？エイだ。万太郎じゃな、万太郎。エイ、待つんだ。なんだ？えい。お宝譲れない。エイしか喋れないんだ。怒ってるようにしか聞こえないな。エイ！バンカラのために。ん？般若のお面つけてるね。え、なにこれ？え？あれ？これ、なんか、あれ？マリオサンシャイン？マリオ、ちょっと待って、マリオサンシャインであるんだけど、これ。ねえ。え？ちょっと待って。まんまマリオサンシャインじゃん。ちょっと待って。え？みんな多分ね、俺の世代の人は多分ね、この動画見てないと思うんだけど、マリオサンシャインにめちゃくちゃ似た、てかもう、マルキッシュ同じような、えい、やるね。ギミックがあって、それもえいだったんだよね。えい、でも負けないよ。で、分裂するのも同じ。今こそ修行の成果を、やっていきましょう。いいよ。うわ、待って。待って。で、そういう感じで来るんだ。おもろいな。あ、待って。
スピード遅くない？気のせいかな。あ、なんだなんだなんだ、なんか飛んできたぞボムがなんか飛んできた。で、このままやっていきます。しっかりと倒していく。で、分裂するんだよね。まあ、分裂しても俺はお構いなくちゃんとやっていきます。オッケー。え、めちゃくちゃちょっと待って、えいえい、ちょっと待って強いっていうか、万太郎あんまり強くないぞ。えい、このままじゃ終われない。から来るか、悪いけど本気でいく。マジでちょっと本気は怖いな。しかもこのインクの感じもね、ちょうどそのマリオサンシャインっぽいのよ。まあ画像載っけとくわ、動画載っけとくかもしれんけど、あ、動画のれ、なに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 なんだこれ、段差が出てきたね。で、これやっていきまして、あ、トーピードとか投げてくるんだ。いやらしいね、いやらしい、こういう感じの攻撃をしてくると、あ、こっち来てる、こっち来てる、これ待って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 、これやばい、分裂したらね、これね、あの、いろんなところから来るから、待って、え、あれ、待って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 、来ないで来ないでよ。で、このままやっていきまして、分裂させすぎるとあのね、いいことがないんですよね、いいことがないんですよ。こうやってね、足場をね、だんだん奪われていくんです。だから気をつけないといけないんですよ。しかもめちゃくちゃこれ見てすごい、この数よ、この数々、このエイの数々を見て。いや、待って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 、やばいやばいめっちゃ飛んできてる。来てんじゃないこれ、どっから来る。あ、いる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 、しっかりと倒していく。オッケー、よし来た。え、3回だだから、え、終わったんじゃない、あれ、え、いや、えいやられたこの場はこれまで。えい、あ、おじいちゃん返してくれんじゃない、ほんじゃ、かわいいめっちゃかわいいめっちゃかわいいんだけど、え、一番ちょっとた戦いやすかったかもしんない。え、マジか、え、ここに来て、ちょっとこれあったんだ知らなかった。え、なにこれ、え、なにあれ、なんか心臓みたいな、じいちゃんじゃなかったけど芋っぽいからいただこう。え、じいちゃんじゃないのなにこれ、鍵穴、なにこれあの、バイクの普段見ない部品じゃないのこれバイクのなんかガソリンの横についてあるやつみたい。え、お、かっこいい、え、めっちゃかっこいいこの写真。あ、イルコニウムもらえたし、よし、クリアできた。サイト6いけたよ。てか、じいちゃん帰ってこなかったってことは、そういうことだよね、そういうことだよね、じいちゃんが帰ってこなかったっていうことは、ふんふん、よくやってくれたサンゴ。しかし、スリミ連合も、来ない、ん？懲りない連中だ。と、指定は言ってるよ。ザ・タシ。そうだよ。当たり目のね、あの、収束を確認しないといけないんですよ。あと、どこにいるのか。おぞたれたたけし。たけしって言った今。あ、じいちゃんだ、ヤッホー。じいちゃん、大丈夫？今どんな感じ？おぉ、やっと繋がったぞ。助けてくれ。わしを閉じ込めよったのは、クマさんとかいうやつじゃった。まあ、そうだろうね。そりゃクマさんだろうな。あんだけ悪い感じでいたもん、横に。聞こえてくる音と、薄い空気からして、ここはかなり高い場所。標高750メートルとか？低くね？750メートル標高は低いな。この辺で高いところって言ったらもうあそこしかないでしょ。ふむ、ここが校舎だってよく分かってない。どうやって行くんだろうな、ここに。やはりカラストミ部隊を率いた歴戦の白きゲソ侮れない。予定より少し早いが、邪魔が入る前に済ませてもらおうか。なんじゃ、何をするな。あ、なんかヤバげなんかそれね、あの2号ちゃんはさ、あれだよね、なんもないじいちゃん、すぐ助けに行くからね。でも、どうやってあそこに行けばいいんだろう。確かに、そうなんだよ、道が繋がってないんだよね。このお宝役に立ちそうなのが、あ、このお宝でなんか
あれなんだね、ワープとかできるのかな。サンコ、ロケットへ乗り込む準備ができたらおたころのところへ行って教えてね。もうロケットが作れるってもう知ってんじゃんね。え、あのロケットが作れるってよくこれ なんで分かってたの。おじいちゃんを助けに行くよ、準備はいい？ OK、 行きましょう。あ、え、なにこれ、え、一回行ったら戻れないってこと、そういう感じ、え、マジか。なるほど、わかりました。じゃあこれは申し訳ないですけど次回、あ、ちょっと待って、よくないよくない、ちょ、強化しとこうか、先最後にね、最後に強化します。この辺、小邪気が与えるダメージが大きくなる、これかな、これいいね、これを最後強化して、よし。いやー、次回ほんじゃサイト7、いや、まあそんな予感はしてたんだけどね。でもいや、待って、最後、うわー、もうちょっとでスプラトゥーンも終わるのか。まあ、とりあえず次回サイト7やっていきたいと思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。